ブール大数、または、ブール束とは、ジョージ・ブールが19世紀中頃に考案した、代数系の一つである。ブール代数の研究は、束の理論が築かれる一つの契機ともなった。ブール論理の演算は、ブール代数の一例であり、現実の応用例としては、組み合わせ回路は、ブール代数の式で表現できる。ブール代数とは、束論における、過補分配束のことである。集合 L と L 乗の二項演算と呼ぶの組、L が以下を満たすとき分配束と呼ぶ。さらに、L の特別な元例、1と単項演算について、以下が成り立つとき組、L、0、1を過補分配束と呼ぶ。典型的な例は、大集合として、特別な2つの元例、1のみの2点集合、0、1からなるものであり、コンピュータの動作原理の理論としても知られている。この代数の上では、排他的論理和や、否定論理積など応用上重要な演算子が、の組み合わせで記述される、またはもっと残りの一つの組み合わせで記述される。任意の元 X に対して、X2=X を満たす、単位的間 B を、ブール間という。この時 X、Y=XY、X、Y=XY、XY、X=1X、ディスプラスタイル XH、Y=在、クッカド XBY=XY 在、クッカドネグ、X=1X と置けば B は、ブール代数となる。また B が、ブール代数の時 XY=XY、XY= ディスプラスタイル在=XHY、クッカド X、Y=B と置けば B は、ブール間となる。この対応は、ブール代数とブール間の間の自然な1対1、対応を定めるので、しばしばこの2つは同一視される。ありがとうございます。